皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、皆さんにね、ちょっとしたご報告がございます。ですね、私ゆなはですね、4月末5月の頭を持ちまして、ロサンゼルスに引っ越すことになりました。はい、引っ越しでございます。日本から中国、中国からハワイ、ハワイでね、14年ですかね、14年住んだけど、ついにね、ハワイからまた出ることになりました。わーすごいですね、すごい楽しみだなって思って。で、私のね、チャンネルを視聴してくださってる皆さんの中には、ハワイが好きだからそのご視聴してくださってる人も絶対いるんじゃないかなと思っているので、よかったらロサンゼルスに引っ越しても応援してくださると嬉しいなと思っております。ロサンゼルスに引っ越しても、今までみたいに Vlog 撮ったりとか、さらにこうハワイよりももっとアメリカに近づくわけだから、ハワイってね、アメリカじゃないんですよ。みんな言うんだけど、ハワイってよくわからない島なんですよ。絶対アメリカじゃないよねみたいな。人種とかも本当に私みたいな、そのイーストアジアかな、中国、日本、韓国がすごく多いし、で他にもそのフィリピンの方とか、タイとかベトナムとか、とにかくアジア人が本当にめちゃくちゃ多い島なんですよ。だからそのハワイに住んでてもアメリカっていう感じは全然しないので、なんかもっとそのアメリカに近づいたところで、アジア人として生活するときに感じる、なんか生活のそのカルチャーのギャップだったりとか、なんかそういうのももっと動画を通して皆さんに共有できたらいいなと思っております。で、その引っ越す季節はですね、仕事です。もう仕事です。今まではですね、仕事、実は私こういう風に見えてね、仕事もね、実はしてるんですよ。実はね、仕事もしてて、去年の9月に仕事決まったんですよ。仕事決まったんだけど、そのコロナの状態もあって、なかなかね、向こうに行くタイミングっていうのが難しくてですね、そのコロナがねすごい広くなってて、アメリカの本土の方は特に、でカリフォルニアも最近になってやっと店外飲食だったら OK みたいな、でもお店のキャパは 25% みたいな、だから100人入る箱でも今25人しかその飲食できないっていう感じになっていて、まだまだ全然その油断ができる状況ではないんですよ。なので、なんか全然そのいつ向こうに行くかっていう具体的な日付が決まらなかったんだけど、もうそろそろ行こうかっていう感じになったので、今回ですね、4月末5月頭ぐらいに、この14年住んだ大好きなハワイを離れる運びとなりました。なんかね、すごい気持ちとしては、なんかやっとみんなと同じ土俵に立てるなっていう気持ちがすごく大きくてですね、私の中で。ですごいね、日本で生まれて中国にも行ってハワイでも育ってきたっていう風に言うと、すごいっていう風に言ってくださる方がね、すごく多くって、でも全然なんか自分では本当にそう思ってなくて、私のその意思が全くなかったっていうか、その私がそのしてきた行動の中で勇気を伴うことは一切なかったっていう風に思ってるから、全然自分ではすごいっていう風にっていう感じじゃなくて、本当親が勝手に決めて、その親に勝手にっていうか、親についてって今みたいな感じになったから、なんか自分ではなんかすごいとか本当に思ってなくて、むしろその私の周りはすごい留学生としてアメリカにも本当自分で乗り込んで、でそこでね、4、5年生活して、たくさんなんかいろんなものを、いろんなこと発見して、いろんな成長して帰っていくっていう人が本当にめちゃくちゃ多くって、そう、なんか自分ももうちょっと勇気を出した選択肢をね、20代前半のうちにやりたいなっていう風にずっと思ってて、で本当は去年のいつだっけな、まだ YouTube 多分始めてない時だったかな、去年の始めてなかった時に、なんか東京に帰ろうかなって思ってた時期も正直あったんですよ。東京かロスって決めてて、東京の方が機会とかも多いと思うし、なんかいろんな知り合いとか増えるかなって、いろんな機会が増えるかなって思ってたんですけど、なんかロスの方が、なんだろうな、私の好きなファッションの、そのファッションの好みなんですけど、私の個人的な好みなんですけど、好きなファッションはロサンゼルスで、で以前の動画でもお話ししたことあると思うんですけど、私将来的に自分で何かをするっていうのが目標なので、あ、ちなみに言っときますけど、ファッションブランド絶対やらないです。自分でそのファッションデザイナーみたいなのは絶対やるつもりはありません。でもなんかサステナブルだったりとか、もっと地球に優しい取り組みとかも、ロサンゼルスがやっぱりすごく進んでるなって感じたので、なんか憧れの街でもあったから、すごく来たいなって思ってて、でそこでなんか3月ぐらいに先輩とかの紹介だったんですけど、なんかこういう仕事あるんだけど、ロスに行かなきゃいけないんだけど、ゆなちゃんどう？みたいな風に言ってくれて、え、待ってみたいな。その年の1月に初めてロサンゼルスに行って、あ、いい街だな、住んでみたいなみたいな風に思って、3月にそういう話が来て、え、これチャンスだってすっごい悩んだんだけど、やることにしましたっていう感じです。それで、ロサンゼルスに引っ越すことになったよっていう感
じです。なので、ね、よくね聞かれるのがですね、まだね将来的にどこに住むつもりなんですかっていう風にね聞かれることもあるんですけど、別にそれは全然決まってなくて、自分の中でもロスに引っ越すっていうのはもう本当に避けようがないことなんですけど、じゃあそこでロスの生活を本当に好きになれるかどうかっていうのも未知数だし、友達もほぼゼロのスタート、ほぼゼロはごめん嘘ついたわ、3人ぐらいいるわ、3人ぐらいしかいないから、そこで友達ができるとか、じゃあそこの人たちに私が会うのかみたいな、環境がガラッて変わると住んでる人の価値観だったりとかもうすごく変わると思うので、じゃあ私が今持っているものってロスとそのハマることがあるのかっていうのももちろんあるし、じゃあハワイに戻ってきたいっていう気持ちも絶対生活してて思うから、てかもう離れたくないなって思ってるから、で東京もすごいやっぱ好きな街だし、自分のなんか生まれ故郷だし、いつか戻りたいなっていう気持ちもあるから、じゃあ現時点でじゃああなた一体どこに住むんですかっていう風に聞かれたら、答えは私も分かりませんっていう感じでございます。申し訳ない、どこに住むかね決まったらまたねご報告できたらいいなと思ってるんですけど、理想はアメリカと日本なんか行き来できたらいいなという感じですね。でもねすごいね楽しみなんだけど、やっぱり怖いなって思うことの方が多くって、今までそういう大きい決断を自分の人生の中でしてこなかったから、中学高校大学も全部地元ハワイ地元の中高大行ってきて、じゃあなんか自分のそのコンファートゾーンっていうんですけど、自分が居心地がいいって感じる環境っていうんですかね、コンフォートゾーンっていう風に英語で言うんだけど、じゃあその自分のそのコンフォートゾーンから出たことがなくてですね、お恥ずかしいことに、なんかみんなと肩並べてそういう話したいなっていう気持ちもあるんだけど、自分はまだそういうこともしたことないし、そういう経験がないから、なんかちょっとこうなんか私もしたいけどどうしようみたいな、いろんな葛藤があったんですよ。でなんかこの間もやっぱ家行った時に引っ越すのかみたいな、引っ越し怖いなみたいな風に思ってて、でツイッターパパパって見てたんですよ。でツイッターで書いてあったのが、迷ったら勇気が伴う決断をしなさいっていう、やっぱ勇気を伴う決断の方が得るものは多いっていう風に書いてあって、すごいジーンときて、この言葉を胸に秘め、ロサンゼルスでも頑張っていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今日は本当にね、私事でなんか申し訳ありませんっていう感じなんですけど、皆さんにねちゃんとまだご報告ができていなかったので、今回はご報告をさせていただきました。でロサンゼルスに行ってももちろん YouTube はね続けていくつもりなんですけれども、更新頻度はもしかしたら減るかもしれないです。今は週3でやってるんですけど、もしかしたら向こう行ったら週2とかなっちゃうかもしれないです。仕事がすごく忙しくなってしまうので、そこの兼ね合いです。でもできる限り皆さんにいろんなことを共有していきたいなって思いますので、できる限りのペースで YouTube も更新していく予定でございますので、よかったら楽しみにしててください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。